渡辺武博は、福島県藍津若松市出身の元ノルディック複合選手である。中学1年時からノルディック複合競技をはじめ、2012年シーズンからコンチネンタルカップに出場。福島県立伊奈和城高等学校、明治大学卒業。高成績としては、ジュニア世界選手権、大会2013において、団体3位、個人で5位、6位。 ワールドカップは2013年3月のラハティ大会より出場。またノルディックスキー世界選手権2015に出場。2016年2月に開かれたワールドカップトロンハイム大会では、ワールドカップでは自身初のトップ10入りとなる9位を獲得した。2018年2月に韓国で開催された2018年ピョンチャンオリンピックスキーのノルディック複合の ノルディック複合日本代表。2019年11月27日夜、福島県 JR 郡山駅付近の路上で、キャバクラはいかがですかなどと声をかけ、禁止されている客引き行為をして、現行犯逮捕され、客引き行為をしたことは、間違いないと供述した。また、2021年5月12日に再び、同様の違法客引きをした容疑で、現行犯逮捕された。 世界選手権大会中、LH、ラージヒル、NH ノーマルヒルワールドカップジュニア世界選手権、大会ユニバーシアード、ありがとうございます。